ヤマトミュージアムに展示されている三式弾三式、通常弾は、大日本帝国海軍が主に戦艦、巡洋艦用に開発した、対空砲弾。三式弾、または三式焼き三弾とも呼ばれ、原理的には、竜三弾の一種である。同じ口径の91式鉄砲弾より小さく、46センチメートル砲用では、全長160センチメートル、 重量 1360kg。12.7cm3 式弾では、底面直径が 54cm で、角三角は10度。996個の弾子を内蔵する。日本海軍は、日中戦争や昭和14年度に行われた、艦隊演習時の対空射撃の経験から、従来型対空射撃よりも、効率的な対空射撃を行うための砲弾を、 要求し、この要求に応じて開発された。砲弾内部には、マグネシウムや、可燃性のゴムが入った、小砲弾子と非小砲弾子が詰まっており、一つの弾子の大きさは2 5ミ、mm、リ9 0ト、mm、ルとなっている。発射後は、従来型の対空砲弾だった例式通常弾と、同じ例式次元進化により、敵航空機編隊の前面で炸裂し、弾子を放出する。 焼夷弾子は3000度で約5秒間燃焼し敵航空機を炎上させる狙いがあった。瞬発進化を使用することで砲弾の命中時に弾子を射出することも可能。弾子放出の0.5秒後には弾柄も炸裂し破片効果を発揮する。太平洋戦争中のガダルカナル島の戦いにおけるヘンダーソン基地艦砲射撃では地上施設に対しても 効果を発揮したが、実写試験に使われたサンゴ礁よりも島の土壌が柔らかかったため、新艦が作動せず、不発となったものがアメリカ側に露革されている。男子放出の状況炸裂点を頂点とする、円錐状の空間を攻撃できる。同じく対空射撃用に使われた通常形式の14センチ砲用、定式通常弾では、炸裂点の 全周囲に対して高速で鋭利な破片を飛散させ、起爆時の高熱で着火性も持つため、効果範囲と命中率、破壊力に劣る三式通常弾の開発は、不要という意見もあった。当時の対空射撃技術では、高角砲の射程外である 10km 以円の目標に対し、三式通常弾の効果範囲では、命中が難しく、アメリカ軍側の資料には、 パンパンと破裂するがまるで花火のようで、実際の被害は少なかったとの記述も存在し、対空射撃での確実な戦果は、ほとんど確認がないとされる。また、三式通常弾の男子は、航空機の防弾タンクを貫通できたが、空いた穴は、防弾構造のゴムに塞がれてしまったために、消火済弾としての効果が薄く、対戦末期には着火性を向上させた。 新型焼夷弾子に切り替えていたという説もある。開発に携わった、真ゆ春尾大佐は、マリアナ沖海戦時の従順洋艦トネ艦長として、実際に三式通常弾を使用しており、戦闘商法において、大口径砲の三式弾はその威力絶大であり、20センチ砲以下に、ありても、極めて有効なりとした上で、搭載数を少なくとも、 現在の3倍に増額のありと任務と不信しており、また、冷凍機械戦時に戦艦、長門の戦闘式所で三式通常弾の実写の模様を目撃した田代軍、年尾の出機には、大和と長門による三式通常弾を使用した攻撃で、来週した B-25 ミッチェル爆撃機約50機の半数以上を撃墜したとの記述がある。しかし、 冷凶機会戦後に日本海軍が重視し、搭載数を増やしたのは零式通常弾だった。手法による対空射撃は、装填時間の遅さや爆風、砲炎が他の対空火器の妨げとされる場合があるが、三式通常弾、零式通常弾ともに、広角砲や機銃の射程外にある航空機が主な目標で、対空火器との同時運用は想定しないとされていた。 三式通常弾の発砲による他の火器への害も記録されていない。なお、アメリカ海軍もソロモン海戦において戦艦や巡洋艦の手法を対空射撃に用いたことがあったが、その用法は攻撃後に低空を期待する日本機の震度上の海面に通常弾を打ち込んで巨大な水柱を吹き上げ、その水中と水しぶきに日本機を突っ込ませるという応急的なものであり、 わざわざ手法用の対空砲弾を開発することはなかった。戦艦、道の区が爆発事故を起こした際、三式通常弾の自然発火による爆発が疑われ、他の艦艇から三式通常弾が降ろされたことがある。調査では三式通常弾の自然発火は否定されており、陸上の弾薬庫などにおける保管中の発火事故も例はない。ありがとうございます。